皆さんどうもピーマンドウエスというわけで、今回俺と巨人の30年物語実況90回目突入となりますぞい。この90回目から2年目シーズンの後半戦がスタートしますよ。現在の順位はリーグ1位ですね。そして後半戦1戦目からこれ首位攻防戦となるわけだ。ヤクルト3連戦を今回プレイしていきますのでね、ゲーム差は 1.5 ゲーム差、負け越せば順位が逆転、一気にリーグ3位まで転落ということもありえますからね。負けないように勝つ、いつものテーマでやっていきましょう。 OK、 じゃあ1試合目は出番設定でチームがピンチになると投手で操作していこう。今日の先発は菅野か。君に決めた、頼むぞ。ただ菅野の場合だとちょっと出番プレイの方ではね、チャンスの方でやりましょう。もう菅野はね、菅野で任しておきましょう。チャンスですね。ピンチでほとんど回ってくることないので、それでは面白くはないのでね、チャンス、まず1試合目の方は打つ方でやっていきますのでね、先発は菅野、君に決めた。菅野を援護してやらないとね、援護する側に回りましょう、今回はね。んで、打つ方のベストだ、どうしようかな、いきなり調子悪いな、小林を今日スタメンに使ってみようかな。で、ノーランド調子いいからな、今日スタメン起用もありかな。今日スタメン起用でいきましょうか。で、ノーランドをね、6番起用、クルーズを7番に落としましょう。このベストオーダーだね。じゃあ1戦目行きましょう。ヤクルトに打ち勝つんです。絶好調の選手が今たくさんいたね、ヤクルト側。特に警戒するのは山田。菅野 VS 山田、どういう戦いになるか、そこにも注目してくれよな。たくさん点が入る試合になるか、それとも、投手戦になるか。おお、1回からいきなりチャンス。ワンアウトランナー2塁。マジで？ありがとう。当然打っていきますよーって。第2球。投げました。ああ、もう簡単に追い込まれた。どういうこと、早くない？投げました。ボール、ちょっと待って、早すぎるわ。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、危ない球。第5球投げた、ほら落ちました。落ちる落ちる、絶対落ちる絶対落ちる絶対落ちる、はい、ゴー、レールゴー、いただき、先制タイムリーヒット。ライトへフラフラと上がって落ちるやつよくあるよね、このフラフラと上がって落ちるやつだよ。素晴らしい先制点。おっと、また1回チャンスか。ワンアウトランナー1塁3塁、チャンスは広がってるね。さて、男村田頼むぞ。さあ、次の投球、ここで OK のようなゲッツーを、スリーアウトチェンジ、すごいわ、教科書通りだね。乗ってる乗ってる、小学生の時見たわこういうの。素晴らしい、お手本の人だ村田はね。とりあえず1点は入ったんだ。この1点で今日は勝てるかもしれんな。どうだ、やっぱ菅野すごいね。で、2点、うえー、3点取られて逆転。うわ、4点目も入った。菅野くん、試合終わった。え、チャンス1回しか作れず、1回あれだけ打ったのに4対2で敗北。はい、これでゲーム差 0.5 ゲーム。大事な大事な初戦を落としたよ。バレンティンが決勝スリーラン、あの3点はバレンティンのホームランだったのか。打ち勝つどころか1回しかチャンス作れてね。1回はじゃあ何だったんだ、なんであんな早く作れたんだ。菅野これで3敗目。いや、期待外れも期待外れだわ。菅野なら調子のいいヤクルト打線でも抑えられるだろうと思ったが、菅野でも無理なんだね。4対2、阿部に今季17号が生まれてるね。打つ方ではこんな感じだよ。ほんとだ、これ。1回以降ヒット何本だ ?3 本しか出てないね。そのうちの1本が阿部のホームランだ。ノーランドを起用してみたが、サンタコ。マジかよ。で、藤川が完璧に抑えてるね。菅野7回投げて4失点。誰、バレンティンに打たれたことは分かってるんだが、それ以外にも失点してるからね。山田、うわぁ、山田にも打たれてフォアボールも選べてるし、今日はバレンティンに4打点。うわ、最悪だ、これ。バレンティンにやられてるね。確かにね、バレンティンってなんか、菅野から打ってたんだよな。2013年のシーズンだったかな。菅野がね、1球、なんか、頭部近くに、ボールを投げた。だよね、ほんでそれでバレンティンがちょっと怒って睨みつけたら、菅野それで何て言うの、ちょっと笑ったのよ。でその後の投げたボールでホームランっていうのがねあって、結構俺記憶に残ってたんだけど、
そのバレンティンに完璧にしてやられたね。 OK、 じゃあ次はピッチャーで操作していきましょう。今日の先発はマイコラス。菅野だからいけるというのは違かったんだね。よし、今日調子いい選手多いね。ノーランド先は打てなかったけど2試合連続スタメン。ほんで立岡もセンターで起用していこう。今日2番起用でいくわ。ほんでノーランドは7番で OK だね。めっちゃ調子いい選手いる。絶好調が4人いるぞこれ。超ハピハピじゃないですか。何があったんだろうね。変な薬使ってないよね。すんごいハイテンションすぎてびっくりするわ。阿部とか村田あんなハイテンション見たことないわ。それノーランドも立岡もなんかやっとんね、この4人。昨日の夜この4人どっか行ったんでしょうね。だからこうなってるんだ。ただ1回からマイコラスが捕まった。ワンアウトランナー2塁。ここ山田の前に、まあ、得点圏でいることはもういるのは前提だけど、取った、ビッグプレイ。おーイエース、見たか、これだよこれ。見てくれ、もう一度リプレイだ。超絶ファインプレイだ。素晴らしい長野。ほんでここでもアウトでダブルプレイが成立だよ。もうこのプレイだけで今日はもう負けてもいいわっていう気分だよ俺はね。おっと、ゼロが続くね。でノーアウトランナー二塁。ここで捕まるのかマイコラスは。前前の試合では菅野から4打点全打点を叩き出した男だが、しかしここは抑えたね。まずはワンガム。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。大引き、これがやや前進ですね。山田の走力はちょっと怖いからな。この選手は打てるし守備もいいし走れるしですからね。第3球を投げました。見送ってストライク、追い込んでいます。投げました、見送ってボール、カウントは2ボール2ストライク。嘘だろ、大丈夫だ、コースついてる。これをヒットすることは難しい。ファールになることは計算済みだよ。嘘だろ、はい、オッケー、ナイスクルーズ、いい守備範囲で。ディズレイリー、しょぼいな、なんちゅう成績や。おっと、危ない危ない危ない。毎度のことながらディスった後に打たれるっていうのが展開だからね。あーっと、坂本取れない。あー、どうだこれ、嘘だろ、もうダサいわ、なんで言ったんだろ。もう本来なら打たれるレベルじゃないんだけどね。ディズレイリーしょぼいなって言ったから打たれたんだよ。これ俺のせいだからね。俺が全部原因ある、俺に原因があるんだよ。もう何をしとるんだかさお前。これ先制点を許しちゃったね。チームもヒット打て、ここまでノーヒットノーランじゃねえかお前。何してんだよ、調子いい選手固めたのに。ただ負けるだけじゃなくてノーヒットノーラン食らってみろ、絶対許さんぞ。2点目取られた、今日は終わりだね。覚悟しましょう。盗塁はいい、バッターとの勝負だ。ランナーを詰められてしまいました。投球これから4球目。いや入ってるじゃん、もうヤクルト引きすぎるよ。うわもう最悪。山田もう勝負するわこんな、うん、打たれたね。勝負するわ、結局打たれたね、ダサいね、うん、はい。3点目、山田は抑えれない。まあ山田抑えれないというか今のは完全なる失投だけどね。投げたいとこに行ってないんだもん、ど真ん中に行ってんだ。はい、終戦です、ゲームオーバー。ありがとうバレンティン、とどめを刺してくれてね。もう希望勇気全部なくなったわ。諦めました、今季第12号。バレンティンに心を折られたね。次の試合行きましょう。今日はもう負けで OK。 おー、通算500打点達成なんだね、おめでとう。前の試合からこれで7打点目になるね。ここでも3打点、前は4打点ですから。うわ、また打たれんの、はぁ。マイコラス今日6失点か。2球目ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。膝元ボール、カウント1ボール2ストライク。打った、引っ張った、うん、レフトの左、ど真ん中に行ったら空打たれるよね。スワローズリード7点。終わりだ終わり、もう打たないでくれヤクルトさん、もうこっちは無抵抗だよ。さてノーヒットノーラン達成してくれ。ピッチャー変えていきましょう。誰行こうかな。ね、ここは中継ぎ藤川球児行こうか。ビハインドでも当番だからね、この選手は。第9投げた、初球はストライク、
第2球投げた、アウトだ、ストライク、簡単にツーストライク追い込んだ、あいい三振、まあ、ピッチャーだからね、見事なピッチングです。打順のトップに帰って、雄平、あーしよ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 し、さすが藤川、いいね、掴んでこれで3アウトになります。テンポよく抑えた、お前が先発ならこういうことになってただろうね、これ以上なことが起こっていただろうね。あ、ようやくヒット1本出たね、もうそれな、ノーヒットノーランでよかったのに。はい、ゲームセットですね、 8-0、 これで順位が逆転しました、私巨人が 0.5 ゲーム差でヤクルトを追う展開になりましたね。首位攻防戦負け越し決定、それも圧倒的負け越しね。まあでもいいや、今日はもう本当このファインプレー後に言ったけどね、直後に言ったセリフ、今日は負けてもいい、このプレーがあったから、まさにその通りになりましたよ。もう負けてもいい、あのプレーがあったから全然褒められるね。バレンティンにとどめを刺された、そんな試合になりました。結局ヒット1本打ったのは誰だ、あ、村田が打ったんだね。フォアボール自体は結構あるじゃない、4つ、デッドボールが2個、多いな、気をつけてくれよ、頼むからね。調子のいい選手を起用したんだがこれだからね、立岡バントしかしてねえな、結局凡退は1回のみですからね。これ村田が空気読めないね、村田が打たなきゃノーヒットノーラン、俺もちょっと見たかったわ、パープルでまだ一度も見たことないからね、自分の試合では。で今日投げる方ではこんな感じだね。田原くんが打たれてるね、なんでついでに一発浴びてんだてめえこの野郎ねえ、たくさん点取られてるから1点くらい許してもバレないだろうと思ったか、バレてんだよお前、その精神が腹立つわ俺は、バレないと思ってるメンタルだね。よっしゃ、じゃあ最後の試合いきましょう。負け越しは決定しますけどね、ここで勝てば順位の方はどうだ、今 0.5 ゲーム差、 0.5 ゲーム差ちゃうな、 1.5 ゲーム差か、まあ、ゲーム差を縮めることはできますからね。現在は 1.5 ゲームで、ヤクルト追う側にこっちがなってますのでね、首位転落ですよ。最後先発は、田口、君に決めた。2試合連続でうちのエースどもが打たれてるからね、マイコラスも菅野、この2人が打たれたらもう何もできねえよこっちは。で今日のベストオーダーこんな感じで OK だね。3番から8番まで絶好調、調子がいいね、好調だね。絶好調は顔がピンク色、さっきみたいなこと。でも顔がピンク色でも打ててなかったけどね、やっぱ怪しい薬使ってたからね、視界がぼやけていたんだろう。それでは野球というのはできないよ、残念だったな。気分はいいけどね、気分はすごく良くなるんだろうけど、モザイクかかってるからねほとんど。あら、またすぐ捕まった。ノーアウトランナー2塁、先頭バッターにいきなり長打か、バカかなと思うよね。クルーズ取ってアウト、もう行ってもしゃあないですねこれ。ジャイアンツなおもピンチが続きます。1球目ストライクから第2球流し打ち、スタンドに入りました、ファール。5球は3球目投げた、インコースのボール左、うわ、カットカットで来るぞこれ、長いイニングになりそうだ。投げました、危ない球、次は5球目、おーっと三振、これはちょっと誤算だったね。低めの変化球です。で、いやーまだ、いやもう逃げない逃げない、抑えていくよ、さっきは打たれたけど。初球空振り、田口でね山田を過去何度も抑えてますから、ほら来た来た来た、2ストライク、これで終わり。はい、3球三振、グッバイ山田、今日は勝たせてもらうぜ。これでこれ、山田に対してアウトコースのボールを投げておけば簡単に抑えれる。さっきはね、だからマイコラスの場合は違ったからね、投げたいとこに行かなかった。あ、ゲーム差 0.5 ゲームですか、ならこの試合勝つとこっちが順位1位になるね。よしよし行こう、ポジティブに行こう。 1.5 ゲーム離れてると思ったんだけど、今日初めてのチャンスやってきたね。第3球を投げました、打ちました。ここはもう阿部とはいえ長打狙いではなく、投げました、もうカウントは3ボール1ストライク、ミート打ちでね当てに行くバッティング。さあ5球目、よし来た、帰る帰る、一気に帰る一気に帰る、ゴー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 、ナイス、めっちゃ足速い、誰だあれ、セカンドランナー坂本かな、速いね。これで同点ですよ、同点じゃねえ、先制点だね。はい、いただき、素晴らしい走塁だ、コリジョンコリジョン、防ぐな防ぐなお前。さてノーランド、今日はヒット出てないね。いや、この3連戦でヒット1本も出てないからね、この選手調子いいから使ってんのはこれではダメだよね。投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク、第4球は外れた、ボール、カウントは3ボール1ストライク、第5球投げた、打ちました、
ファールゾーンに入れ。うわー決めねえのか。もう最悪だ。今なんで振りに行ったんだろう。ボールなんだよな。うわ、ほんで田口捕まるもん。あら、打たれた。投げたいとこに行ってないね。はい、あっさり同点タイムリーですね。山田くんの攻略法を知ってるみたいなこと言ったのに、早えな。高速凡退、高速で打たれたわ。で、今日バレンティンとは初対決か。俺は抑えれるかな。はい、打たれたね。取れない。うん、負け負け決定。負けです、負けです。3たて OK。 またまたバレンティンに打たれました。これで3試合でこの男9打点ですね。あと1打点上げれば2桁打点だ。無理ですね。まだノーアウトだからね、これ。ランナー三塁に進みました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。ど真ん中失投。空打たれるわ。おっと、ただライナーか。助かった。で、2アウト。第9投げた、見送ってストライク。初球ストライクから打ちました。三遊間のよし、4点目は防いだぞ。まだ諦めない。4点入った、諦めようと思ったけどね。しかしこの回3得点で逆転。チャンスを作れ。まあ、ピンチを作った先に全然打てねえな、この打線。もうこれはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク。第4球を投げた、打ったやつがレフトに飛んだ。レフト前クリーンヒット。大引きナイスバッティングです。ランナー満塁、どうしましょうって。おっと、犠牲フライには十分な距離か。こいつ肩弱いからな。どうだ。はい、余裕のセーフですね。4点目が取られ、3点差。ダメだね、これ。第9投げました。変化球ストライク、インローへ。まずは入れてきました。打った。はい、オッケー。一塁へ送る。ゴー、イエース。まだ諦めんぞ。チャンスを作ってくれ。おー、1点取り返したね。カモカモカモ。チャンスを作れ。チャンスを作れって、なんでピンチなんだよ。なんでチャンス作らねえんだよ。嫌いなのか、チャンスが。やべえ、打撃で操作することなく終わりそうだな、これ。頼むから、チャンスを作れ。なんで毎回ピンチを作るんだよ。なあ、外野前に落とされた。終わった、終わった。終了ですね。もう抑えれねえわ。ヤクルト打線が絶好調すぎる。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、ストライク。投球は3球目、投げました。インローに送ってストライク。ワンボール、ツーストライク。えい、バットが空を切りました。代打は森岡、第9球。スライダーに送ってストライク。第2球、投げました。外側決まってストライク。軽く追い込んでまいりました。一つは、うん、もう、なんなんだ、このチーム、本当。絶対買収しとるわ。審判をヤクルトで買収しとるね。あれがボールなんだもん。できません、このチームと野球は。で、最後の最後にこれだけ点差離れてる中チャンスを作るっていうね。はい、でも打つんですけどね。ゴッツ&ドエス。1点差に迫る村田のツーランホームラン、今季第14号。まだ終わらんぞ。完璧だね。不満をダラダラ言うつもりだったんだけど、初球で決めやがった。ただまだ1点差だ。うん、追いつけないのが俺なんだ、勝ちなんだよね。はい、ありがとうございます。この首位攻防戦3立て、結局 1.5 ゲーム差離されて、首位陥落となりましたね。3試合で何点取られたんだ、これ。あ、ノーランドに今季4号が生まれてるね。7回の1点はノーランドの1点か。ほんで 9回に村田の今季14号、初球を捉えてのホームランですからね。田口はこれで3敗目。うん、打つ方ではこんな感じだね。調子のいい選手が多いから使ってみたんだけどね。調子のいい選手はあまり打ってない。クルーズと相川が4タコ3タコか。2番の橋本も4タコ、打率も2割4分4厘。ダメだね。非常にダメだね、これは。ダメですよね。はあ、まあでもノーランドの一発は嬉しいな。投げる方では田口は5回投げて3失点、モントが2回投げて1失点。全員失点してるね。仲良く失点だ。誰一人仲間外れがいないっていうね、幸せな世界だよ。敗北、敗北。嫌な負け方。後半戦1戦目からこれですからね。ワンカード目から首位陥落して 1.5 ゲーム差、ヤクルトを追う立場になりましたね。これちょっと2軍に送る選手がちらほらいますので送っていきましょう。まずはモント君、君だね。うん、お疲れ様。君を2軍に送るよ。
で、ポレラを上げていこうかな。ね、ポレラをどこで使うか。中継ぎ機能はないからね。どうしようかな。誰を下ろそうか。内海も最近いい感じでピッチングできてるしな。これもともと6点台くらいあった防御率が現在 4.29 だからね。投げるたびに落ちていってるから、内海はまだ下ろすわけにはいかんな。田口、また田口をこれちょっと中継ぎ回しましょう。やっぱ中継ぎの田口がいいわ。1点台だった田口がね、先発でもいいんだけど、まあ、ちょっと今中継ぎがいないんで、田口くん君に決めた。で、打つ方では特に変える必要性はないかな。ここのところはもう変える必要性はないので変えませんね。はい、非常に残念な結果になってしまいました。もうやる気というやる気がなくなりました。今後どうやって続けていいのかわからないなんていうことは言わないからね。また戦う機会があれば、まあありますけどね、絶対その時に勝てばいいんですよ。簡単な話じゃないか。3立て食らうことは別に珍しい、結構珍しいけどね。まあでも次勝つわ。そういうことでよろしくお願いします。さて次回は横浜、これ3連戦になりますかね。今季の対戦成績は実は結構苦戦してるっていうね。1回だけの勝ち越しですから、6勝5敗ですからね。このカード負け越すようなことがあれば通算成績でも負け越すことになりますので、そうならないようにはしていきたいよね。次回この横浜戦当然勝ち越しでいきたいと思いますので、お楽しみに。グッバイ、また会いましょう。